一回かい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 、いけいけいけ、お前らいけ、あぶんな、超減った体力、よし死守したぞ、ここあれ来た、レイ来た、レイ来た、レイ来てるぞ、レイ来てるぞ、オッケー。画面の前の皆さん、君はフォースを感じるか、スターウォーズバトルフロント2、本日もやっていきたいと思います。一瞬噛みそうになりました、ごめんなさい。バトルフロント2をね、マイペースに遊んでますんで、よかったらよろしくお願いします。スターウォーズ好きな方はぜひグッドボタンお願いします。前回ね、レジスタンスでこのコープモードを遊んだんですけど、今回はね、このファーストオーダーでやっていきたいと思います。前回ね、レイを使って散々な目に、ボロボ、ズタボロな目にあったんで、今回はね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。ちょっとあのね、操作がね、久々すぎて、あの、言い訳なんですよ、これは言い訳なんで、言い訳してんなこいつって思ってもらっていいんですけど、操作がね、本当に久々すぎて、昔すごい遊んでたんですよ、バトルフロント2。難しいよね。マジで。お、覚醒し始めたら、ありがとうございます。常に覚醒しています、私は。覚醒の鬼と呼ばれております、勇気です。ちょっと待って、難しいんだよ、本当に。そこだけなんですよね。まあでも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。どうなんだろうね。だファーストオーダーだから、カイロレンとか、あとキャプテンファズマとかいるのかな？あ、やっぱそうだね。うん、カイロレン。まあ、ポイント足りないから、まあ、アサルトで今回も行きます。お！オープニングからだ。この場所に近づくレジスタンスの襲撃部隊が確認された。連中は身をもってその愚かさを学ぶことになるだろう。あそこを守ればいいのか。よし、味方がいるな。何人かな。よし、ここを守るんだな。防衛。来た来た。グレネード。オッケー。前出るぞ。タレタレ。タレット壊した。ナイス。見て。どこだ？右か。右から来てるな。そこか。はい。はい。もらい。リロード。はい。グレネード。これ入ったんじゃね？はい。いいグレネード。いいグレ。はいよ。リロード。触ってる触ってる。頑張れ頑張れ頑張れ。よし。行くぞ。そこにいるぞ、敵が。そんなこと知ってるってな。はい。はい。ああ！やられた。くそー。やられたな。おっしゃ、来た。早速カイロレン来たぞ。よし、行くぞ、カイロレン。行くぜ。待って待って。行くぞ。ダークサイドを見せてやろう。行くぞ。本物を聞いちゃうとちょっとあれだな、やべえな。マジで。オッケー。はい。セッターを失った。交代に備えろ。サラスさんいる。やろう。交代に備えろ。オッケー。交代に備えるぞ。交代だ、カイロレン。一回引くぞ。うおー。エピソード9バージョンのね、カイロレン使ってますからかっこいいですよね。本当に。よっ。あのね、ヘルメットがヒビ入ってるから。ヒビっていうか、まあ、直したからね、あの、日本のね、漆の製法から取ってますね、これはね。壺とかを直すときの。あれをね、イメージして、使ってる製法の。これマジだから。エイブラムスが日本に来て、漆の製法でね、ちょっとこう、やりましたっていう。戦ってるわ。まい。すげえいっぱいある。やばいやばい、めっちゃいるめっちゃいる。これまずい、これまずい。これまずい、これまずい。一回引く。ちょっと待って。めっちゃしていいんじゃん。後ろにいるな。おい、なんだ、こんなやつ抜かれんの。オッケー。ちょ、回復した方がいいね、一回だ。一回回復しよう。はい。オッケー。はい。
ッケー、ナイス。はい、はい、オッケー。オッケー。はい、はい。避けて、避けて。危ない危ない危ない。本当危ない、本当危ない。こいつやれ、こいつやれ。はい、はい。あー、マジか、一気にやられた。くっそー。そんな食らう？てかさ、このルールさ、ジェダイ結構悲惨な目に遭うよね。ジェダイっていうか、ライトセーバー使い。パズマいいんじゃん。パズマ強いよな、こう射撃系のルールだとな、絶対。はい。これ。リロード。はい。ナイス。オッケー。はい、オッケー。守れてる、守れてるよ。ファーストオーダー守れてるよ。いいよ。頑張れ頑張れ頑張れ。ヘッド入ったな。援護するぞ。帰られ。オッケー。ここグレーじゃねえか。もうちょいだな。溜まってない、グレーが溜まってない。あいつ強いやつじゃない？ちょっと。オッケー、倒した。あ、レイル、レイル。あなたは今、うわぁ、ガーッ、ガー、レイが来た。レイ来た。レイ来た、かっけー。お、シストルーパー使えるじゃん。シストルーパー使おう。カード何もセットしてねえや。シストルーパーでーす。これなんだろう、シストルーパーってどういう。ああ、ちょっと待って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 、シストルーパー来たばっかです、すいません、ちょっと待ってください。あ、強い、なんか後ろ撃たれてね、後ろいる、後ろいる、そいつ倒せ、そいつ倒せ。ちょっと待って、これなんだ、回復か、これなんだ、あ、これグレネードか、はいはいはい。マジ惜しかった。こいつなんか後ろから来たらずるい。レイちゃんもうちょっとだぞ、レイちゃんもうちょっとやれるぞ。なんだこれ、ジェットトルーパーか。いや、ちょっとシストルーパーもう一回やるわ、ちょっと意味が分かんなかった。あ、いけるいける、あ、死んだ死んだ、あ、死んだ、クソやられた、みんな、レイツェ、レイツェ、グレネード、ちょ、この銃が意味が分かんない。最初食べるのか、意味がわかんないな、この銃。一回貯めて、なんか貯めるんだけど、たまに。トゥルットゥルットゥルットゥルと。勝手に。なんかよくわかんないな。ちょっと貯めるのと、ピュ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 っていうのがある。あと、足速っ、足速くね、めっちゃ速いんだけど、足。足速くねえか、あ、足速くなってたのか。足が速くなるバフね、能力があるのね。で、グレネードじゃ、これは何、あ、敵を捕捉する、なるほどね、壁の向こうにいる敵を捕捉できる、捕捉できる能力なんだ、なるほど。ほら、赤点で表示されてるもんね。あ、そういうことなんだ。ほほほほほほ、なかなかいいじゃないですか。これ来るぜ、来てる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 。結構エイム力が重要かも、こいつ。あ、強いかも、でも言うて、言うて強いかも。敵の位置はここだ。あ、間違えた、ごめん、リロード、入ってきちゃってるな。入ってきちゃってる。オッケーオッケーオッケー。くそ。
やべ、リロードがうまくいかない、こいつ下手くそだ。うわ、やられた、くそー、やられたぜ。やるなぁ、なかなかな。よし、カイロレーンがまたいけるみたいだ。もう一回行こう、カイロレーン、カイロレーンでここを死守しよう。こいつが邪魔なんだよ。オッケーオッケーオッケー、こいつが邪魔、お前も邪魔だ。やばい、死ぬ、ちょっと一回かい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 、危ない危ない、いけいけいけ、お前らいけ、あぶんな、超減った体力。よし、死守したぞ、ここあれ、生きた、レイ来た、レイ来た、レイ来てるぞ、レイ来てるぞ、オッケー。うわー、くっそ、やられたエピソード9のエレイナー、つえー。ちょっとこれフレイムトルーパーって使ってみる？これも使ったことないから俺。どこにいるの？これは？取られる、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 取られる。入ってるぞ、入ってるぞ。あ、火弾だ。やっぱ火弾だな。フレイムなんだな。いるな。こいつ強いか？どうなの？大丈夫こいつ。ちょっと不安になってきた。これなんだ、これなんだ、これ、これ何やってんだ。あ、回復だ。あ、回復あるんだ。回復あるのは強いで、なかなかね。ちょっと待って、敵相手出てた。ちょ、えぐいなこいつ、すげえ近づかないとダメじゃん。後ろ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 、行くぞ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 、ファイヤー。あ、ちょっと待って、危ないな、死にそうなんだけど、もうすでに。こいつ強いの、どうなのこれ。我々こそがエリートだ。オッケーオッケー、よしよしよし、買い替えた。うわ、フィンがいる、フィンがいる、ブローフィン、だー、フィン強え、フィン強え、やっぱ強えな、フィンな。ストームトルーパー弱くね、フレイムトルーパー使い方なのかもしれないけど。君は何やってんのこのところでお前何やってんだよお前何やってんだよ、そのところでよ、イボプレイしてんじゃねえかよ。いや、イボプレイで正解ですやば、ここやべえ、めっちゃいる、敵、敵多すぎだろ、敵多すぎ問題だなこれ、まずいぞ。こいつが正しかったわ、その芋プレイしてる。こいつの後ろから行こう、グレネード、ナイス。後ろじゃね、後ろだよ、逆だよ、こっちだよ。よし、入る入る、俺も入る。あー、やばい、レイちゃんだ、レイちゃんいる、うわー、レイちゃんいる、うわー、ちょっとつえーレイ負けたいや負けた、いや面白かったっすね、なかなかね。いや、なんかさ、なんだろう、わちゃわちゃしすぎだよね普通にね、うん、やりました、1位です。なんで俺が1位なんだよ、マジかよ。俺1位か。あれで1位か、俺。あれで1位取っちゃうか、このルール。そうっすか。4人プレイヤーいて、なんで俺が1位取るんだよ。まあいいや。はい。ということでね、スターウォーズバトルフロント2でした。面白かったです。ちょ、やっぱ、パッドの FPS ほんと難しいね。もともとパッドでやってたけどさ、最近もずっとね、キーボードとマウスでやってたから、すごい難しい。でも、面白いですね。もうわちゃわちゃ楽しむのにはやっぱいいゲームだからね。非常に面白かったです。はい。じゃあまた次回もやっていきたいと思います。それでは皆さん、放送ともにあらんこと。またねいやー。
この試合を堂々と上げるの俺ぐらいだろうな、多分な。この試合な。ちょ、シストルーパーのなんか、ブラスターが意味わかんないの。なんか、たまに溜まったりさ、溜まんなかったりするか、どういう感じなんだろう。ちょっとよくわかんなかったな。